Vivian Entertainment Production。 皆さん、お久しぶりです。さあ、こんなだるぎですが、サムネイルを見ていただいたら分かるように、今日は激辛料理を食べてみたというか、食べながら普通にまったりお話しするっていう YouTube です。ネタが尽きたとかっていうことではないんですけど、ちょっとブレイク的なね。うん、じゃあいただきます。これね、あ、やばめっちゃ固まってる。深夜の今1時半ぐらいに撮影しております。いただきます。これ、あ、待って、チーズとマヨネーズかかってます。深夜にこんな、女優としてあるまじきだわ。うん、あー辛い、あーみたいな反応したいんですけど、私は本当にちょっと今まで言ってなかったんですけど、激辛大好きなので、全く辛いのも大丈夫です。今食べてるのはプルダックポックンミョンっていう韓国の辛い麺なんですけど、を食べてます。うん、うん、うん、喉乾くんですよこれ。なんかね、辛いのって本当に好きで、私目がないんですよね最近は。あ、皆さんちょっと気になったかもしれないんですけど、これはベッドの上ですね。お母さんに見られたらちょっと怒られちゃうかもしれない動画。やっぱりね、一人暮らしの特権じゃないですか、ベッドの上でご飯が。あ、今ビヨンってなって1本。一人暮らしの特権じゃないですか、ご飯が食べれるっていうのは。ベッドの上で、私なんかね、麺をすすれないんですよね。なんか最近は何してるんだろうって思う人が結構、あのお仕事でね、結構多いかもしれないんですけど、最近は何してるかな、撮影してます。 CM とか映画とか。ちょうど昨日一つの映画がクランクアップして、すっごいそれもね、初めての経験をしまして、早く早く皆さんにお伝えしたいです。美味しいですね。あと何してるかな。あ、よく皆さんから、そういえばマッハバイトのね CM とか、吉本興業の CM とか、ごめんなさい、吉本興業じゃないや、吉本劇場の CM とか、あと、なんだろう、いろいろ、それこそ IIJ の CM とか、あの丸い赤玉つけてるやつとか見たよっていう報告いただけてすごく嬉しいです。ただ演技の方はね、まだまだあれして、まだまだお知らせできるのが少なくて申し訳ないなというふうに思ってます。ちなみに今食べてるのは、あー喉乾く、チーズ味です。プルダックポックミョン。
もう本当ね、すっごく美味しいからぜひとも皆さんに、うん、食べてほしい。最近はすごくお芝居っていうのについて考えさせられるような現場が多くて、なんかもっとちゃんと頑張んなきゃな、ちゃんとなんだろう、今までお芝居っていうのを教わったりしてこなかったので、ちょっと教わりたいなとも最近思ってきてます。うん、でもなんだかんだ辛い。本当に深夜の1時半ですか、こんなん食べてるのやばいですよね、本当に。うん、芋の女感がねありますけども、普段もっと健康的な生活をしてます。うん、ここから早送りでお願いします。ということで、まだまだ余ってるんですけど、ちょっと久しぶりに食べたせいか辛くなってきちゃった。ちょっとあと深夜の1時っていうのもあって、全然お腹に入らないですね。当たり前のこと。なんか深夜にポテチとか入るんですけど、なんかね、麺球はね完食できないんだよ。あと鼻水がすごい。花粉症の人いますか？季節になってきたね、花粉症の。うん、私は杉みたいですけど、ほら鼻が赤くなってきた。ということで、ダラダラとまったりというかダラダラとお話ししましたが、もう一回、うん、まったりとお話ししましたが、まだまだそうですね、新年明けましておめでとうございますの最初の動画なんですけども、まだまだ公開できてない情報がありまして、すごくね言いたくてムズムズしてるんですけど、うん、ちょっとしばしお待ちをということで、多分今年公開できるます、公開できます。早く皆さんの元に無事にお届けできるように毎日祈ってます。またこういう風に、今は YouTube っていう一方的な、あ、ちょっとお水失礼します、一方的な感じですけど、インスタライブとかでもなんか皆さんの直接のダイレクトな意見を聞きたいなとかも思ってるので、ぜひなるみかののインスタグラム、ツイッターもフォローお願いします。ここに出る予定。ではちょっとなんかすごい辛いな、なんか動画の前半で言ってたことがなんか恥ずかしいです、すっごい辛い。
鼻水がやばい。ではなんかまったりとしたゆったりとした動画になりましたけど、皆さんもなんか深夜にゆったりするお時間は作ってください。心にゆったりができます。はい、ということで、この動画がいいな、まったりしたなと思った方はいいね、高評価、おなじみかいいねお願いします。そしてこちらの動画含めビビアン公式 YouTube チャンネルのみんなの動画も見てください。そしてビビアン公式 YouTube チャンネル、チャンネル登録お忘れなく。だいぶ辛さも収まってきましたので、ここら辺でおひとましようと思います。本日もご覧くださってありがとうございます。また皆さんに画面越しでも作品とかでも、皆さんにお会いできるように頑張ります。以上、なるみかのんでした。